瀬美優太です。今レコーディング中なんですけど、一旦僕終わったんで海に散歩でも行こうかなと思って動画撮ってます。これどこから行くんだ、こっちか、海すげえな。久々来たな。昼間はサーファーの人が結構いて、何人かちらほら波待ちしてる人とかいるんですけど、もうこの時間はいねえんだな。海は好きですね。泳いだりしないけど、散歩がてらに歩くのちょうどいいな。ゴミね、ちゃんと持って帰ろうって。うわー、急くせ下降りるとさすがに。まあ、予報だと曇りだったけど、結構天気はまあ雲多いですけど、いい景色ですね。って言っても何もないな。もうずっとこれ、もう先がもう。ずっとこうなって浜が続いてるだけですね。人も全然いないし、結構岩が多いな。俺の地元の海っていうか浜辺はもうテトラポットしかない感じなんで、釣りとかもあんまり、港だと釣りしてる人多いけど、さすがに浜で釣りしてる人はいないかな。おお、いいね。東映の映画のなんかオープニングみたいな、シャーなるやつ。東京にいると海に行くことないから、分かんないけど、お台場行って海海岸行ったことないけど、こんなんじゃないでしょ。で、海って落ち着きません？落ち着かねえかな。なんか見るの好きなんだよな。なんか子供の時、子供っていうか学生の時か、普通になんか夜中に海行って浜行って、なんか、まあ、友達とだけど
まあ意味もなく語るみたいなやつとか、まあ今も昔もやっちゃダメなんだろうけど、勝手なんか焚き火して焼き芋作ったりなんかそんなのやって遊んだ記憶がございます。いいな。まだ先あるんでちょっと行ってみます。浜走ってた人いたけど、浜って足すごい疲れるからめっちゃ体力つきそうで、でもここら辺夜になるともうほぼライトもついてないし人もいないからめちゃくちゃ怖いんだよね。で海もあるし山もあるから、山の方に行くともう人もいないし電気もついてないからめちゃくちゃ怖い。ダイエットも兼ねてお散歩してますよ。なんかこれから、まあ、ダイエットのいい機会もあって、なんかね散歩してる動画でもあげようかなと思って、街は歩くの好きだから、まあね今後、まあ、都内のどっかでも食べ歩きとかしてみたいけど、ダイエットも兼ねたら意味ねえのかなとか思って、あそこはご愛嬌ってことで、じゃあそろそろ帰るかな。まあ、今後あの、まあ、俺だけなんですけど、お散歩配信みたいな配信、まあ、動画載せようと思うんで、まあのんびりゆっくりなペースで。寝る前に見るとちょうどいいんじゃないかな。そんな感じでゆったりやっていくんでお願いします。まあ、楽しみにしててください。うすえみのギターゆうたでした。まあお後がよろしいよね。じゃあね、レコーディング頑張ります。